はい、グダグダ料理教室第58弾、アールグレイクッキーのパート4ということで、今からね、撮影を再開していきたいと思います。はい、パート3では、バターと薄力粉とアールグレイの茶葉を混ぜて、生地を作り、冷蔵庫で30分寝かせるまでの工程をしました。はい、ということで、もうね、時間になったので、冷蔵庫から生地を取り出して、今から、これを、綿棒を使って、薄く伸ばしていって、可愛い形に、このような、ちょっと見づらいかな。型を使って、形を成形し、形をね、作って、んで、この、ね、天板に、クッキングシートを敷いた天板に乗せて、170度に予熱したオーブンで約15分焼くという工程をね、やっていきたいと思います。はい、それでは、早速。はい。これを、じゃあちょっと天板にちょっと、こっちに避難してください。よいしょ。まず、これを薄く伸ばしていきましょう。これをね、よいしょ。今日は型抜きクッキー、型で抜いて形を整えていきますので、それをね、ちょっと切まな板の上とかでね、やっていただければ、ちょっと動いちゃうな、これ。なんか濡れ布巾とか拭くといいかもしれませんね。まな板はちょっと滑っちゃいますけど、ちょっと抑えながらやっちゃおう。まな板をね、ちょっとね、こうやって回しながらやっていくのも一つの手ですね。ここはね、薄くなれば別に、やり方でもね、やりやすい方法でやっていただければいいかなと思いますので。で、厚さとしてはそうだな。だいたい、どんぐらいやろな。1センチで厚いかな。5ミリぐらいがいいかな。あんまり分厚いと、なんか、ちょっと重たい感じになってしまいますのでね。まあまあ、これか。いいかな。ちょっとこれね、ちょっと片手でやってる感じになってしまってるのでね。おかしな感じになってますけど。だいたい、まあ、今1センチぐらいかな。厚さ、1センチもないかな、厚さ。だいたい5ミリぐらいかな。でいいかと思います。ついたな、もうちょっと。はい。ベロンとくっついてくるぐらいまで、やっていただければ。あ、もういいな。はい、ちょっと、切れちゃったな。はい。じゃあちょっとね。はい。じゃあ、ハート型に、いってみましょう。だった、こうだね。クッと押して、取れるかな。ちょっとこれ、取れた。けどなんか変な形になっちゃった。これで、よいしょ。生地がちょっと柔らかかったかな、全体的に。こんな感じでね、抜いていきましょう。
上手に。やらかった。まあいいか。こんな感じで。で、この間に、よし。オーブンをね、170度に予熱しておいてください。これはちょっとうまくいったな。こんな感じで。じゃあ、ちょっと両オーブン。はい。それでオーブンを170度に予熱しておいて、この作業を繰り返していって、かかとを切って焼いていくという工程です。はい。それではですね、パート4、ちょっとグダグダな感じになってしまいましたが、一旦ここで終わりにして、次パート5、仕上がりの状態という感じで撮影していきたいと思います。それでは一旦終わります。